サウンドします。30周年エアリアルって昔のエアリアルとブランクは大体一緒ぐらいのつもりで、あ、手前グラグラス、この中ですね、ここがグラスで、この中をグラスを使うことによって遊びができるというか、はい、あのカーボンだけだともうシャキシャキ感が強くなっちゃうので、はい、手元をこうある程度遊び持たせるために柔らかいグラスの素材をグリップの中使ってるんですよ。継ぎ目とかで、継ぎ目でそうすることでこう気持ちいいシェイクができるような最新のガイドをつけつつも、ガイドは SIC です。 SIC、 はい、振り感を出してる感じ。昔のやつは今でも大切に持って使ってるんで、そっか、なんか素材が変わんないのが発掘されてそれを組み直してたのかなと思ってたんで。そうですね、まあ、あの今風じゃない素材は使ってます。確かにメインのところ、あ、そっか、今釣り竿に使うような素材っていうのは、はい、もうちょっと低レジンで、はい、シャキッとしたやつが多いです、はい、大概もカーボンメーカーのシートもそういう開発でどっちかというとそういう方向に進んでるので、カリンとした感じの、はい、そういう素材ばっかりしか手に入りにくいんですけど、はい、まあ、そこをちょっとこう特注というわけではないですけど、はい、定番品というのが今からちょっとあまり一般的じゃないシートをあえて選んで、それで巻かないとこの厚みが狭いという。でこれの素材のうまい組み合わせができたら、もしかしたらスーパーエアリアルパウンドラとかもそうです、ね、この後に行けるかもしれない、はい、そういうことなんですね。やっぱ持ってみないとちょっとこの、そうですね、ずっとやっぱ言われてるようにエアリアル独特の延々シェイクしてたいなってのがこれかーと、シェイクができます、はい、バットパワーはもう遅いですけどボロンも入ってるので、あ、ボロンも入ってる、ボロン入ってるんですよ、まあ、そのああそっかそっか、さっき当時のやつももちろんボロンボットでしたけど、はい、今ボロン手に入りにくいんですけど、はい、それを使ってます。ボロンが入ってバットはグラス入れてだるさ、面白いの、ここら辺がバットのあたりがゴロンの T1600G で、はい、ガチッとした固定がされてるんですけど、はい、それだけだとしっきりすぎちゃうので、はい、もっと手前ですよね。ジョイント一番こう、ここは全く触れないですけど、はい、こっちからで、あの独特のなんかリズム刻めるような終わりも、これはいい情報が。本当はですね、普通にやっぱり張りのあるカーボンで、はい、テストしてたんですよ、はい、そうすると全然やっぱりなんかフィーリングが出ないなと思って、ここをいろいろ試してギルコの素材を使って径を太くして、はい、ちょっと遊びを持たせたら、はい、もうあこれ来たっていうここで全然変わっちゃうみたいですね、はい、前回あのエアリアル の、 あの真ん中ぐらいの時代、 あえてトップガイドに重り乗っけた、ああいうのでずっと試行錯誤されて、で今の2018年の形っていうのがこういう感じなんですね。重り入れちゃうと、まあ、あれも一つの手なんですけど、はい、どうしてもこう今度止まらないですよね、一回動き出すと。そうなんですか。いや、あれ買ってなかったんで、出すと、いや楽に触れるんですけど、はい、振り幅を自由にコントロールするっていう意味では、はい、やっぱりこう先は何も入ってないから、はい、こうがしやすいと思うんですよ。もともとのエアリアルがまだ健康な状態で持ってるんで、はい、もうあの真ん中ぐらい出たのは買わないでいいかと思って、はい、これは今一回触らせてもらったらちょっとまたあれです、ね、今風にアレンジしてるので、はい、あのアクションをより繊細に生み出すことができるというのが、もうこれで今井プロが大活躍した、もうたまんないですね。エアリアル何がウィニングロットですか、エアリアルってのは早く見たいですね。